とかはヘ,ブヘブルジンのデガミヨンショウ、チュー節からカラデスチューニセツカラジューロクいにマデデ 作られたもので神の前で隠れおうせるものは何一つなく神の目にはすべてはたかでありさらに出されています。私たちはこの神に対して弁明する弁明をするのです。私,私たちの大祭司 私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、全ての点で私たちと同じように,試みには、にですから私たちは哀れみねを受け、また恵みをいただいて、りにかなった助けを受けるために大胆に恵みを見ざに近づこうではありませんか。皆様、お元気ですか あなたは世界を生かすす宣教師です現れた地を譲れましょう今日の礼拝に来られた皆さんに「イエス様の聖霊の満たしが十分にあるように願います」「完全な秋になったんです」 それで本当に夏の服を片付けなければならないと思って昨日はそんなにせ片付ける時間がありました。私たちは季節があります。来る季節も行く季節も。韓国は特にその季節が本当に明らかです。 今日も今年ももう10月の最後の週なんですから24年ももうすぐに送るんですそれでまた新しい年を迎うんでしょうそんなにいろんな絶技を送って それ私たちを片づけてまた向かって片づけるでしょう片づけることこそよくしても答えが見えてまた新しい答えが見られます私たちが救っていない人だったら世の中と私の考えと考えを持って同じく生きるんですでも私 神の国のことも民として神の救いを受けて救った者としてこの世を生きる時私の生活人生が神様の御言葉福音 祈りの中で電動で整理されて出発してから新しい始まりができると思います。今日重要な時間にタイトルを「りにかなって助ける恵み」と決めました。その恵みを私たちが味わうためどうすればいいでしょうか 一番目信仰生活の根本をよく整理しなければならないんです私たち高段を通っていつも 語っていることなんですけど信仰生活の根本それは霊的な生活の根本とも言えますそれがどのくらい整理されているかそれによって実際私たちの人生生活の中で神様の御言葉を確認しああもう一番目私たちには神様の御言葉が整理 されれていいなななければならないんです創世一1章一1節から三節に見たら神様は御言葉で世の中を創造しました生きている御言葉ですイザヤ四十八に草は晴れ花はしぶだが六節から読んでみたらこの世のす全ては 草と花のようだったようだと草は枯れ花はしも 絞むと結局この世の全ては結局は枯れてしまいます。それで永遠な御言葉を握りなさいということです。神様の御言葉は永遠に立てる今も生きている御言葉です。ヘブルハイショー 四十節十二節,節に見たら神の言葉は生きて生きて力がありこれそれが私たちを癒すというんです。生きているから生きている神様の御言葉です。その御言葉が福音で整理されていってこそ私の人生が御言葉で導かれるんです。 他の全ての宗教ではあ全部占いを見ます。それはそ彼らが持っている経験が完全じゃないという。で、キリスト教だけが占いを見てないんです。それは神様の御言葉が生きている御言葉で。 とということですそれでこの「御言葉で私の人生が整理されていないいなかったら私たちは他のことでついていってしまいます。御言葉で 導かれる整理された生活にならなかったら神のことじゃない世の中のことで導かれてしまいますだったら世の中のことで私の考えで計画で導かれると問題は私の意志と願う通りできたらもういいんですけど今まで生きていたでしょう皆様の 願うう通りでできるんでしょうかそれはそれじゃなく私の中に前に確認されているそのまま行きます私の意思とで願っているそれ通りに行くんじゃなくその前に確認されている間違ったものであ導かれてしまいますそれで御言葉で 本当に整理されななかったらいけないけんです問題と知見とどんなことにあってもそれが問題にならなく全ての問題が祝福に変わるでしょう。それで信仰生活、霊気的生活の根本それは生きている見言葉で整理されなかったらいけないんです。2番目祈りです。祈ったら それはは祈祈りり特別な祈りを考えますみんなそんなに考えていますそうじゃないんです問題があって苦しみがあって地区にあって祈らない人はないんですそんな祈りじゃなく皆様の生活が祈りにならなければならないんです人生が祈りの中にいるべきです私たちの全てが 生活と祈りがつながっていることその時世の中の人々が感じられない安らぎが私たちの中に望みますどんなことがなくても過ぎてみたらそこに実ができています実になっています私の生活とつながって過ぎてみたらそこに実が なっていることそれが生活と祈りが人生の中で祈りが出ている出ている結果ですそれで祈りの中で人生ができるように祈るべきですそれがすぐはできないんですけどレムランとも年寄りもみんなそうなんですけど1日ただ1回でも神様とつながれる 時間を持たなければならないんです。たくさんじゃないんです。ただ一回でも神様と通じる、そんな時間を持って力を得、神様が与えてくださるし幸せを感じ、疎通する時間を持ったら、そうなったら。 おかしいけど私の人生のすべてのところに神様の国とそのビザがうんそれが全部祈りの中から出るのを感じます。一日一回でも祈りで通じると。 そんな時間がいらない人はないんです。それができないから自分の考えと計画の通り生きているんです。自分の考えがえ偉らい,偉いでしょうか。神様のうーその疎通で力を得たら。 私が現場に行くときその現場に流していきます流されるんです私の力と幸せが霊的な根本それを分かって祈るんですまた3番目です神様が一番願うのは何でしょうか世の中を生きている愛で間 私たちをキリストで救ってくださったんです。救った私たちを通って神様が<ー>、うん、願うことは何でしょうかなぜ私をそんな、うん、罪の中で、災いの中で私たちを、うん、救ってくださったでしょうか 私たちを本当に救って世の中を治めと。アブラハムのことを考えてみましょう。アブラハムにウールから出てくださって、あなたのため、全民が福を受けるようにします。それでキリストが 神に,神に行くまで神のことに行く前へ行って万民に福音を伝えなさいそれ弟子たちをここに世の中に起こして他のことを言わず地の果てまで商人になれと言いましたそれはどんなことでしょうか 主が一番願うことは伝道と選挙世界福音化です。救った私たちにその救いの福音を伝えということです。本当に大勢の人々が福音,福音を聞けなく宗教で偶像で 立法で生きている人がとっても多いんです。福音を聞かなく聞けなく、自分の考えと傷に結ばれて苦しんで生きている人が本当に多くあります。その私その世に私たちに願うのは、伝えなさい万民に。 それで、福音の中で全てを与えてくださいでした。その福音はキリスト、神の国、ただキリストです。キリストを握るとき、待ったら神の国が望まれます。それが神様の福音です。 これをわからなく、本当に罪の中で呪いの中でいます。人々が。今も暗闇の支配で本当に苦しんで生きています。暗闇の私たちには神の国聖霊が私たちにおられ。 それで精霊で導いてくださるものすごい祝福を私たちに与えてくださいましたこれを本当に味わう時私が生かされますそれで本当に地域が生かされ一国を生かします先週 言いました伝道者の人生に私たちが整理されたら伝道師の人生に私たちの私たちが整理されるのは私が救われ私によって私の地域国が生かされるのに私を使ってください。それはそれが伝道師その3つが あの信仰生活の根本ですそれを知らなくては信仰生活ができないんですたくさん持っていってたくさん勉強して幸せになるんじゃないんですこれを知らなかったら持ったら持つほどあ勉強したら勉強するほど魂が虚しくなります花教会のみんなの生徒様 本当に御言葉が整理され祈りが整理され伝道が整理されて本当に檻に帰って助ける恵みの中に入ることを願います。番目私たちに信仰生活の根本を味わえる 重要な時間はいつでしょうか一番重要な時間は一番重要な時間を私たちに与えてくださったのにそれが今日です。今も神様は3つのことをなさっています。位一体。神様の御事は3つで私の人生が 聖賛美神様が働くその中にいるわけです。それが成功した人生です。どんなにたくさんのことを持っていても私の人生に精算比神様が働くその中にいなければ失敗する人生になります。本当に祈りなさい。私一つだけない人生神様が 働くその中に行ってそれによって信仰する成功する人生になるように導いてくださいと祈ってくださいだったら聖賛美神様が今もどうなさいますか同じ話です。で私が今日強調したいのは根本とともに今今日実際にいるということです。 今、御言葉を私たちに与え、その御言葉の通り、私たちを祝福し、導いていくんです。それ、詩篇119節に、主の御言葉は私,の私に乏しいで、私の道に光です。あうん、明かりですと 神様が私たちが迷わず失敗しなく、御言葉という道しるべを与えてくださいました。それで私が御言葉の中に入らなければならないです。今、神様が与えてくださる御言葉を神の御言葉で、神の声で、御声で聞くのです。 神様を喜ぶ、本当に神様を楽しむ、それが神様が願う一番目です。それでその次が神様がどんなことを私,私に教えているか、あ私に知っ,っているか、それ。 それが新約旧約に書いている御言葉はどう私たちが神様を喜ぶかそれを教えてくださる本当のルールだとそれで御言葉で御言葉を伝えてそのその後に答えがきます御言葉を聞くとき御言葉を受ける時 本当にそれがあそれにアーメンできると、その時私の中に確認され信仰生活が成長するんです。それでノーマルな生徒は。 本当に神様のメッセージについていくんです私たちの信仰生活に葛藤が来るのは信じられなくその御言葉が信じられない時葛藤が来るんですそれで御言葉を私の中に生きていなければ私の魂が枯れてしまいます それで私のの中に神様の御言葉があるかそれを振り返してみて私の中に神様の御言葉があるか私が話し計画する全てが神様の御言葉で出るかそれを探すのを誠意参拟神様を今私が味わうことです。 私の中に御言葉があるか私の計画全てが神様の御言葉から出るかそれが神様の導きを味わう道です今日も本当にここにいる皆様に神様は御言葉を与え神様皆様を導いていくんです今,今日が 一番恵みを受ける時間になるようにお願いします信仰生活をしてみると御言葉が集中的に聞,聞ける時があります神様の御言葉が集中的に聞こえる時その時神様が本当に重要な計画を成し遂げていくんです それで今日を逃さない。今を逃さなく。今も神様は祈り,で祈りで答えています。それで神様、ヨハネ14章14節に見たら私の何よって何かを私に求めるなら私はそれをしましょうと。そうです。私たちに与えてくださった最高の答えは神様が 答えてくださる神様が祈り私たちが祈りの中にいると時間が経ったったら全てが交わします。今祈りの中にいるのをヨセフを通ってみましょう。ヨセフに対表的なあ聖書の句節は。 創世記39章2節主がヨセプと共におられということです。それでどこにいても奴隷にいてもポティバルを生かす、牢にいてもあの官僚を生かし、国を生かす答えを受けました。主がヨセプと共におられることを味わって。 おめえをかぶって牢に入ったんですけどもし牢に入ってもヨセプが神様が共におられるその祝福を味わったんです今日を逃すかじゃないかはとても重要ですヨセプ ヨセフが兄弟の前に。あの導いてくださった神様のことを話す場面が出ます。出ます。今、今日私と共におられる。神様を知らないと私の経験考えによっていきます。それが。 うまくできるでしょうか今今日祈りの祝福を味わいなさい。1番目は「聖イ神様が御言葉で働きますから今日の御言葉をメッセージを握りなさい」。2番目は「聖子イエス・キリストが今働いているんだから」。 今の祈りの中に人生がいることです。3番目は今も全世界で救いの働きをなさっています。今日も賛美の中で主イエスの恵みを、うん、味わいなさいと聞きました。本当に一部の賛美でも 主が救いの働きを今も、うん、成し遂げていくこと、うん、休まずに本当に働いていること、私たちの個人にもあのお,おしまいがあるように、時代も重末があります。それ,それがどこに 合わしているでしょうかそれが救いです。救いの働きに全てが合わしています。人生の最後の時間表は伝道選挙にあります。それで私たちは今日の伝道を探さなければならないんです。今生産日その 中で生産美神様に私の人生私の祈りがいることですあることですそれで私の仕事私の生活人生が生産美神様から出ることこの祝福を味わうと葛藤が葛藤じゃなく後進のきっかけそれ今ある危機が神様の最高の計画を 拝見すするる時間になるんです今日今を逃したら現場に行くといいつも錯覚してしてまいます世の中がものすごく大きく見え私はとっても弱い存在で他の人は本当に偉いのに私は何もできないそんなになってしまいます現場で現実でそんな錯覚に落ちてしまいます。 カナンの探ったその探り物の告白を分かっているでしょう。私自身がイナゴのように見えた。本当にカナンがとても大きく見えて、私はとても弱いもので見えたんです。自分からイナゴのようだったと。それは現実の錯覚です。母性は ホレププの山で、えー、モセプを主話呼びましはそれでエジプトのパロの前に行きなさいとそれを聞いた時私がど,どうしてそこに行けるんでしょうか私も <laughs> <あー笑>話もうまくなく。 ヨセプも現実を大きく見たんでしょう。神様が共におられるその祝福を逃してそれで驚かったんでしょう。今今日の祝福を逃してしまったら間違いしてそれで人々はそれで人間関係で、え。ー 苦しみ今今日の答えを逃しますからそうです。生産比神様の中に私がいること。私が生産比神様の中にいれば私そうしようのために私たちは握ることは福音を握ることです。唯一なひ 秘密キリストを与えてくださったんですキリスト答えを受けた人々の特徴は今日を逃さなかったんです今を逃さなかったんですいつでも私たちには今日がありますそれを逃さない人々が御言葉言葉の中でいつか合わせた人々になったんです 死と二章に見たら五十節の日がまたその日毎日いつも逃さなかったんです今日今をそれでその時という言葉を使,し使,う,使うし今日を今を逃さなかった死と三章に見たら あ祈りの時間その時、神殿に登ります。コジ節を体験した人々が、この日が続いて、今日になれるように、自足するため、祈ったことです。それが、その日が今日,に今日になること、それを。 うん、今日というその,そのことに一心全身自続があります。どんなことをやっても一心があるべきです。その時全身自足の答えが出ます。それで花協会の全生徒たち 今日に理勝利する皆様になることを願います。 問題の中でも今日だけ逃さなければいいんです。私の中に入っている福音が告認され祈りが告示され、告認の通り私たちの告白が出ます。今日何が私に告認されているか。何が皆様に告認されたそれが結果に出ます。 モセイスラエルの人々がイスラエルの民は何と言いますかシュチュエジプト、三ン<所>じっとして主が皆様のために行うスクを見なさい。 主があなたたちのために戦いますから皆様は黙っていなさい。モーセに国認されているのが郊外の前であった事件です。今日何が私に国認されるか問題に合うときそれで重要なことは見言葉で毎日国認 されることそれが祈りでえ神様の伝道で神様の重要なことをできる今日がなければならないんです。それが今日の祈り伝道です。 ままとめます「御言葉祈り伝道の中で完全に答えが出た弟子たちが御殉絶の日が日になってそれが聖書に約束されたことでしょう最後の日聖霊を注ぎますと約束したのにそれが私たちに成し遂げられる日です。今日を逃さなかったでしょう。 それで今日を逃さなかったから見え,な見えなかったことが見えましたペトロはいつもあの神殿に登ったんですで足を泣いた人々を見ながら今日を逃さなかったんですそれで死と三章六節に私にあることをあなたにあげます とそれでその毎日そこに通ったんですけど今日を逃さなかったからそれが見えたでしょう注目してみて私にあるのをあなたにあげますイエスの皆で起きて歩きなさいとそのそ,それ今日を逃さないその事件でペテロが宗教のあの あの審判のところに立ったんですそこでユダヤ人あのリーダーたちが全部立ってえーモセに言いますその時モセあじゃあペテロはペテロに言いますその時はペテロは教を逃さなかったんですそれでペテロは重要なメッセージを伝えますキリストの唯一性 この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。人16節に見たら、のその時も占いをした女の子、その。 人をペトルが牢に入ってそこでローの人々が救われるその時ことがあったんです。パウルは牢に入らなくてもよかったんです。ローマの市民権を持っていたからそれを出さなく。 パウロはローに入ったんです。それでそこで大勢の人々を救ったでしょう。それでローマ、会社の前に立つとき、そのときパウロはローマンの市民権を出して、私がローマに行きます。それ、パウロは今日という時間をよく分かったから、そのとき、その 市民権を出ししたでしょう皆様、今日という試験、時間表を逃さないように願います。選挙師たち、殉教者たち、実際、私が死んで、その時、今日のとことをよく分かったから、本当にその日、 ああうん、死んでもよいと神様は私たちに与えてくださるこの日を今日で与えるため今日を握って折に帰って助ける恵みを受けなさい。主の名で祈ります賛美して祈る時間を持ちます。 祈りの課題を見ましょう。折りに帰って叶って助ける恵みの下にいる伝道弟子の祈りです。一番目、私の生活が人生が御言葉福音祈りで伝道で整理する間出発できるように私の人生が生産日神様が働くその中におられるように私に与えてくださるこの日を御言葉の